現在のエストニア南部、ボロゴは暗い赤色で示された場所で話される。2011年の国勢調査に従えば、10万1857人の南エストニア人のうち、7万4499人がボロゴを話し、1万2549人がセト方言を話し、9698人がマルギー語を話し、4109人がタルトゥ方言を話し、 そして1002人は他のエストニア語の方言を話す。ボロ語、ボル語はエストニア南東部の言語。エストニア語、フィンランド語、ハンガリー語同様、ウラル皇族、フィンウゴルゴ派に属する。ボル人と呼ばれる7万人の人々によって郷土色の強い地域言語として話されている。タリンやタルトゥなどエストニア各地にも和者がいる。現在十六の学校で、 1> 週一回ボロ語が教えられている。また、ボロ語だけで書かれている新聞ウマーレットが毎月二回発行されている。ボロ語の読み方は、概ねエストニア語と同じである。ただし、Q は、正門閉鎖音を、Y は、京中じた非円新ボイを表す。T、H のような、のついた、チンジは、公害化を表す。ただし、S のように、 アポストロフィーで書かれることもある。フィンランド語やハンガリー語同様、母音調和が行われる。ボロ語はラテン文字を使用する。ありがとうございます。